さんこんにちは。今回はですね、こちら、あ、逆か、ベビスタラーメンのチョコアイスバーを買ってきました。これもちょっとなんか普通のなんかアイスにベビスタラーメンがついてるっていうのがもう不思議で、ちょっと気になって買ってみました。なんか甘じょっぱいハーモニーって書いてます。ではね、ちょっと早速食べていきたいと思います。なんかブラックモンブランみたいですよね。だけどなんていうかな、あのベビスタラーメンがついてるみたい。ちょっと開けます。なんかおーすごい、こんな感じです。本当にブラックモンブランみたい。じゃあね、早速食べていきたいと思います。いただきます。本当にもうベビースターラーメンの味しかしません。でも私どうなんかな、好きじゃないかもしれない。ベビースターラーメンはベビースターラーメンで食べたいですね。アイスはアイスで食べたいかも。なんかなんやろうな、コーティングしてるのがダメかもしれない。まあでも、不思議な味ですね。ベビスタラーメンとチョコレートが一緒に味わえるっていう、珍しいじゃないですか。ぜひ皆さんも、これどこで買ったかな、ファミマかな、ファミリーマートで買ったので、ぜひ食べてみてください。今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。またねー。